24日午後1時、立川市の諏訪神社境内には大勢の人が集まっていました。1200年以上の歴史を持つ諏訪神社で開催されている例大祭、その神輿渡御の宮出しです。3日間続いたお祭りの最終日となったこの日、立川神輿会や柴崎町町神輿など合わせて約20基が集まりました。神様の御霊が込められた神輿を担ぐのは立川神輿会やその関係者など2000人以上。担ぎ手たちの威勢のいい掛け声とともに進む神輿はこの後商店街を練り歩きました。その神輿が通り抜ける諏訪通りの一角には南国の雰囲気漂うステージが。こちらでは恒例の立川フラフェスタが開催されていました。このイベントは諏訪通り商店街が諏訪神社例大祭に合わせ5年前から開催しているもので、今年も30組のフラグループが2日間にわたってダンスを披露しました。何かね、お客様のために皆様に楽しんでいただける企画を年に一度でもいいから立ち上げたいということで、動いております。商店街これらを愛していただくためにも我々頑張りますので、ご協力いただきたいと思っております。この立川フラフェスタ、今年も商店街の夏を彩りました。フラガールたちが観客を魅了していた頃、諏訪神社では獅子舞奉納の儀式が行われていました。獅子舞は行列を組んで神社に向かいます。行列を先導するのは地元の子どもたち4人による棒使い。棒を回しおねりの道を清めると、続いて神職獅子舞が土俵に向かいます。土俵に上がると獅子舞に先立ち棒使いがさまざまな棒術を披露。その姿に観客の視線が集まります。そしてホラガイや笛の音に合わせ獅子舞が始まります。立川市の無形民俗文化財にも指定されている獅子舞は元禄2年に始まったもの。地元の中学生、高校生が役目を務める3匹の獅子舞は、五穀豊穣や悪病退散を祈願して奉納されます。祭りの喧騒を離れ、土俵には厳かな雰囲気が漂っていました。そしていよいよ祭りも終盤、町を練り歩いた神輿が再び境内へと向かいます。境内では八王子龍神太鼓が神輿を迎え入れるべく力強い演奏を披露。雰囲気をさらに盛り上げると、いよいよ神輿が境内へ。ここで最後の難所、随神門です。体勢を低く神輿を担がなければならないこの門を担ぎ手たちは掛け声とともにくぐり抜けます。
宮入りした神輿たちに境内は熱気の渦に包まれました。立川の夏を代表するお祭り、立川諏訪祭り例大祭と立川フラフェスタ、今年も多くの人を楽しませました。